まずこれ1つ目ね、入れちゃいましょう。で2つ目、これも入れちゃいます。で3つ目、
これも入れちゃいますね。よし、入れちゃいました。で、この魔法のステッキで叩いてやる。そうするとよくご覧になってください。ほっ、入りました。ご注目、オープン、行きましょう。すごいね、すごいね、さらにもっと滑る、すごいな、すごいね、チュー、すごいね、チュー、ありがとう。同じように並びましたが、この片手持ったボールを今度はポケットに入れちゃいます。そして魔法の席で作って叩く。そうするとボールが返してくる。もう一つ同じようにこちらポケットの中に入れましょう。そして魔法の席で作って叩くと、やっぱりボールがほら返ってくる。目にも止まらない、早技。あつさん早すぎます。ニヤニヤ、もう横から見てる人がニヤニヤ、わかりました。その怪しんでる方のためにゆっくりやりましょう。いきますよ。ゆっくりすぎる。そういうことじゃないですよね。ね、ゆっくりポケットの中入れます、入れます、入れました。魔法の石でゆっくりと作って叩く。そうするとやっぱりボールが返ってくる。すごいですよ。さあ、もっとすごいのをお見せしちゃいましょう。今度はこの3つのボールを同時に消します。これは集中力が必要なんでね、ちょっと集中します。目つきが怖すぎてやりづらいんですけど、ちょっともうちょっとにこやかに見てみて、あそこ死んでるよ、先っぽ。まだ帽子が持った、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 持って掴んで入れた、持って掴んで入れた。ないないない、誰も見てる。ニヤニヤして、あ、僕はズルすると思ってます。僕ね、そういうズルはしないって、よいしょ、決めております。ちょっと、皆さん僕のことを怪しげな目で見すぎです。一回仕切り直しましょう。ボールが1つ、2つ、3つ、これを全部ポケット入れます、入れます、入れました。魔法の石器で作って叩く、作って叩く、作って叩く。そうするとボールが全部入ってきてます。見ていきます、いきます、オープン、よっ、オレンジ、ちょっと待って、ボールは、じゃあこっちは、あ、オレンジ、さらにこちらもオレンジ、わー、オレンジだけではありません、よく見てください、オープン、よいしょ、ダメよ。どうですか皆さん、この私の妙品、わっ、でっかいメロンみたいなものも登場しました。どうですか皆さん、この私の妙技。いやー素敵、メロンびっくり、ほくろも素敵、ファンになっちゃった、ファンレター出そう。おっと、ファンレター出したい方に朗報です。なんとこちらのレターボックス、私専門となっております。専用ですね、専用です。さあ、それでは皆さん、今度は私と知恵比べといきましょう。その前にクリーンアップ、岡田助の時間です。しばしご判断を。間違えましたよ、すっかり調子乗りました。ご協力ありがとう。これからやつ本気になるからね、気をつけて。勝負に置いてはいけないよ、挑発に乗ってはいけないよ。冷静に落ち着いて、はい、冷静に、大人も、はい、冷静に落ち着いて、いいよ、冷静に落ち着いて、冷静に落ち着いて。さあ皆さん、お待たせしました。なんか騒がしかったですね、なんかあれ、あ、あれ、あ、柱、ここ、あ、専門のレターケースだ。専門のね、すごかったよね、あれね、メロンびっくりだったよね。ありがとう、僕らも素敵ですよね。これからも応援続けます。ありがとうございます。ファンの方ですね、大事にしていきましょう。さあ、それでは今からお見せするのは、この1つのボールとカップを3つ使ったマジックです。どのカップにボールが入っているかを当てるという簡単なゲーム。もし当てられた方には、私から素敵なご褒美を差し上げましょう。そのご褒美何か知りたい方、それは僕からの、はいです。なんだこの空気、もう我慢だね。その勝負、俺が一番の相手になってやる。これはこれはワイヤットソーズ、しまった、ザバのようにスナックの輪に紛れているのかと思えば、こんなところに、やっぱりお前が、さっきからのやつが、お前、またまた右に剥がされてきたんだな、お前も取りねえな。うるさい、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 お前は5月のハエだ。なんだそれ。5月のハエはうるさい。フルショーズに書いてあって、あふれる教養。なんだ、親父ギャグか。なんだとなんだ、親父ギャグもおまんギャグない。いやいや、おまんギャグならここにいっぱい。あれ、ほら、やらせるな。いや、勝手にやってきたんだろ。とにかく明日勝負だ。よし、そこまで言うならこれが最後だ。この勝負、もし折り上がったら二度と俺様につきまとうんじゃない。これが条件だ。そうだ、お前が手にしまとめるのはな。うわ、ごめんなさい。何がやりたいんだよ。全然盛り上がらないね。お前、一緒に、盛り上がらないな。
ょっとやってみましょう皆さん、これ盛り上がると思うんだよな。せーの、わお、せーの、わお、せーの、わお、わお、せーの、わお、信じらんない、古典的なギャグをやらされた。とにかく明日勝負だ。よし、うれしかった。うまくいきました。これからが本番です。男と男の熱い戦い、まさにワイルドウエストチャンス WWC タイトルコールです。いきますよ、せーの、ワイルドウエストチャンス。どうもありがとう。よし勝負だ。よし、それでは勝負は2回、最初の1回は皆さんもお遊びだと思ってこのマイクにお付き合いください。そして最後の勝負はワイルド、俺とお前の一騎打ちで勝負だ。覚悟しておけ。どうぞ。無所苦労だ。さあ、それでは皆さん一回確認しましょうか。今両サイドボール入ってませんね。真ん中のカップにボールが入っています。例えばカップをこうやって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 動かしたら、もちろんここに入ってますよね。じゃあ今度は例えばカップをこうやって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 動かしたら、ここに入っていく。そうそうそう、ここまでは当たり前だ。分かりますね。勝負はここからです。いきますよ。当たりもはっきり、当たりもはっきり、よく見てください。こうやって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 から、さあ今ボールはどこにあるでしょうか。さあ、あ、そうだ、まず皆さんに聞いてみましょうかね。拍手でお答えください。左がちょうどだ。あ、じゃあ右側がちょうどだ。いやいやいや、担ぎやったから真ん中でしょ、ちょうどだ。なるほど、なるほど。さあ、ワイヤット、お前はどうする。あ、結構意見が分かれてるな。そうだな。ちょっとリサーチしてみようかな。ちょっとごめんね、拍手してましたね。どうだと思います。真ん中、真ん中、なるほど、これですか。ガンブラー。さあ、ワイヤット、あ、カツンってやったところで入ったと思う。結構読み深いですね。でも 75% カツンってやって、ここだと思わせておいて、こっち、俺は右だ。なるほど、ほらほら、ドキッとしたでしょ。なるほど。オーケー、こちらがワイヤット、こちらがあのレディーだ。誰も選んでない、これ、開けてみます。あそこにはない。いきます。絶対ない。オープン。ない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 、入ってない。イエーイ、2人とも正解、2人とも正解。あなたと私、正解。私とあなた、当たった。ハッピーハッピーハッピーは HP。 ハッピーハッピーハッピーは HP。 みんなで、はい、ハッピーハッピーハッピーは HP。 小文字だよ。ハッピーまだライトじゃないんだよ。止めろよじゃん。いや、お前いっぱいいっぱいだったんだよ。勇気のおじさんだなって思ってたよ。さあ、お前が選んだこっち、いや、レディが選んだこっちに入っていたらお前の負けだな。え、そういうルールなの。そうだ。ああ、いいよ、受けてた。さ、残念ながらね、真ん中じゃない。じゃあ上げてみましょう。いきます。読みがね、オープン。ないない。ほっ、あるのかよ。おめでとうございます。あ、ハッピーだよ。ないということでね、よろしいですかね。ない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 。ワイヤット、一騎打ちでしょ。やりやがったな。よし、そっちがそうならこっちにも考えがあるからな。お嬢さん、最初からあなたの意見聞いてもよかった。さあ、それではですね、皆さん、今日も一日環境を実践になることに行ってきたときは、なんかいる。本当に本当に。本当にいる、本当に、本当にいないじゃん。後ろにいるの、ちょっと探してもらっちゃ。誰かいるんですか。こっちか。さあ、もうわけわかんないからもう終わりましょうか。じゃ最後にワオってやって終わりましょう。いきますよ。わお、こちらもせーの、わお、それじゃあみんな一緒にせーの、ゴーディングさん、ワールドウエストチャンス、クロスバレー。最後にご覧になっていただきまして誠にありがとうございます。最後みんなでいくよ。あ、もっともっともっと、せーの、ワールドウエストチャンス。はい、ワールドウエストチャンス。大きく、ワールドウエストチャンス。お前の仕事動画はわしが募集したからな。しばらく仕事はできんぞ。いいよー、新規一郎。ちょっと並んでる、ちょっと並んでるな。あ、お手伝いと皆さんご協力ありがとうございました。それでは引き続き東京ディズニーランドお楽しみください。